全日本女郎雲相撲大会は、高知県四万都市の一条神社で夏に行われる、雲同士を戦わせる虫相撲の一つ。ただし、選手として出場する雲の生物学上の種類は、女郎雲ではなく小金雲である。小金雲一条神社、女郎雲相撲は、古くから子供らの遊びの一つで、伝承では1468年に、 応人の乱から避難するため京都からやってきた一条共謀の次女たちが行っていた遊びが起源とされる。毎年8月の第一土曜日に一条神社境内で四万都市民祭の中で開催される。現在の形式では2019年で69回目。木の棒を土俵にして地域の子供らが持ち寄った女郎具も2匹を戦わせ、行事が勝敗を判定する。 観光客も神社が用意した雲を使って参加できる。大会名がジョロウグモなのは、かつて地域によってジョロウグモと小金モがまとめて、ジョロウグモとされていたことによるという。小金モを使った虫相撲は、全国的には現在ほとんど行われなくなってしまい、全日本ジョロウグモ相撲大会は希少な行事である。四万十以外では、鹿児島県愛らしかじ町で、 国の選択無形民族文化財にも選択されているカジキクモ合戦が有名である。また、南関東では猫ハエトリを戦わせる本地があり、横浜市では市の地域無形民族文化財に登録されるなど、全国で虫相撲の継承に力が入れられ始めている。ありがとうございます。